コンコンコン、コンコンコン。ガチャリ、お客さん、もうお休みになられるの？うん、今日はいろんな人に会って疲れたのだ。そうなのね。そっか、もう寝ちゃうんだ。ねえ、若いお客さん。私ね、男の子には2種類あると思うのね。自分の欲望を満たすために、自分から女の子を誘うことができる男の子。そして、自分に自信がなくて、それができない男の子。実はこの村ではね、そういうことができない子に。村の老婆が性教育を施してあげる風習があるの。お客さんはどちらのタイプなのかしら？ごくり、おばあさん。ぼぼぼ、僕は、僕は。はう、はう。うふふふ、言わなくても反応を見ればわかるわ。かわいい坊や、大丈夫よ。全部、おばあちゃんが教えてあげるからね。